し。シュッ。なんだこのピンク。皆さんこんにちは。こうちゃんと森有です。バイバーイ。バイバイ。今日は、はい、これを食べたいんだって。ガリガリ君。ガリガリ君。ガリガリ君。でかいぞズバッとガリガリ君。でかいぞズバッとガリガリ君。でかい。あ、リッチ。ガリガリ君リッチじゃん。リッチだよ。リッチ買ったんじゃん私。ガリガリ君リッチ。レッチ。これ俺が買ったんだよ。ああ、あなたいつもコンビニ出さないけど、今回はあなた買ったんだっけ？そう、食費はこの子なんで。今回2000円だけ出したんだよ。で、私が1000円プラスしたんで。あ、そういうことか。食費はこの子なんで。食費はこの子。外で食べる分に俺出してあげてるよ。食費なんか私なんですよ、ね。で、これなん？風呂敷がある？そうなの。書いてある。ね、ちゃうから早めにっすこれ何何屋さん これって有名ちょっと、ね、黒蜜きなこ餅味で、はい、餅菓子が先端に入ってて先端だけかそう黒蜜ソースがその下に入っててきなこアイスえ待って結構溶けてないねえやっぱさ、ね、やっぱさ冷蔵庫壊れてんだよ冷蔵庫ねもうアイスが固まんないの多分ペロンってなっちゃうと思うでもいい匂いするなんかきな粉の匂いするちょうどいいんじゃない硬さ本当にほら早く抜いてリッチあでは食べてみたいと思いますはい、はいおもちがうんいいよおもちだおいしい。ん？あ、ん？意外と奥まで入ってるねお餅。うん。まだお餅？ちょっと出てきた。お餅おいしい。おいしい。ちょっとねシャリシャリしてるからおいしい。まだいかないんだけど。やだこれ当たりとこ見えちゃうやつじゃないやだコーヒーみたいな味する黒蜜がカフェオレみたいな久々になんかガリガリ君リッチでまともなやつだなメロンパンも好きだったけどね私はあの塊な感じがどうすか当たりそう黒蜜が美味しいね、うん、なんで真ん中食べちゃうの分かっちゃうじゃん当たりか当たりじゃないか大抵その食べ方ん4分しか取ってないのにゆっくりさ味を伝えるとかさできないわけ美味しいのは伝わるんですけどもっと黒蜜がトロンとしていてとかさお餅がふんわりしててもちもちしててとかさないんですか冷たいえ冷たいだから早いんだよなんで開始4分で食べ終わっちゃうの美味しかったなんかすごい早く食べたいなっていうのがあって美味しかったらしいです、うん、あ、お土産なんだこれ信玄餅のあれだね袋とかだねお土産って、山梨のお土産だって京屋とのコラボのガリなんかね私の友達これ箱買いしててこれすっげーうめえそんなにうん、これ大好きもう信玄餅がすごい好きだからじゃあ箱買いしなさいでもまず冷蔵庫を、ね、流さないとねダメですねたまに止まってんじゃないかな止まってはないんじゃないだったら腐っちゃうじゃん下のやつが、はい、冷蔵庫買わないとな冷蔵庫今からアマゾンで見たいと思いますはいということで今日は食べた動画、ね、父親さんのレビューではなくて、うん、ガリガリ君リッチのただこうちゃんがほぼ食べる試食です、うん、ということでバイバイ言ってよということで無理やりと
はい、こうちゃんでした。バイバイ。バイバイ。お前が言うの？いいの？はい、今日もご視聴ありがとうございました。この動画がいいねと思った方はグッドボタンお願いします。チャンネル登録ボタンはこちらに出しております。また過去の動画あるのかな？過去の動画ここら辺に出しておきます。言えるようになったら。言えるようになりました。はい、皆さん、また見てください。見てください。バイバイ。バイバイ。